今日は以前の動画で紹介した玉ねぎ麹を使ったドレッシングを2種類紹介したいと思います。まずはレモンドレッシングから。さっぱりヘルシーなレモンを使ったドレッシング、こちら柚子など代わりに使っても美味しくいただけます。農薬などが気になる方は国産のレモンを使用してください。レモンの皮は香りがすごくいいので、レモンの皮もすりおろして入れます。レモン汁などは絞り器がある方はそちらを使用してください。こちら材料をすべて混ぜ合わせるだけっていう簡単なレシピになりますので、食べる分だけか少し多めぐらいで作っていくといいかと思います。レモンのドレッシングに関してはすごくさっぱり美味しくいただけるドレッシングなので、どんなサラダにも合う万能ドレッシングになります。夏にぴったりのドレッシングになりますので、ぜひ皆様お試しください。続きまして味噌ドレッシングになります。こちらも全て材料を混ぜ合わせるだけの簡単なレシピになります。すごく濃厚な味のドレッシングになるので、個人的には豆腐サラダとかにかけることが多いですね。玉ねぎ麹を使うことによってすごく味が濃厚になって、とてもとても美味しいドレッシングがたくさん作れます。玉ねぎ麹の作り方に関しては別の動画で作り方ご紹介していますので、ぜひそちらご覧ください。このニンニクの代わりに生姜などを入れても美味しくいただけます。もしごま油より米油とかそういった油の方がいい場合はそちらでも全然問題ないです。分量に関してもドレッシングは結構個人差好き嫌いあると思うので、もうちょっと甘みが欲しいなと思ったらきび糖などを足したりとか、もうちょっと塩味が欲しいなと思ったら塩を足してみるとかっていう風にいろいろ自分で調整して作ってみてください。玉ねぎ麹に関しては血液をサラサラにしたり腸内環境を整えてくれるなどの効果があります。その上ドレッシング、スープ、ハンバーグなど玉ねぎ麹を使ったレシピも豊富にあるので、とても使い勝手のいい万能調味料になります。まだ作ったことがないっていう方は一度作ってみることをお勧めします。今回ご紹介したドレッシングに関しても市販で購入するとドレッシングは結構お値段が高かったりするので、健康になってしかも節約ができるっていう一石二鳥の万能調味料になりますので、ぜひ一度お試しください。また麹を使ったレシピいろいろとご紹介していこうと思っておりますので、少しでも今回の動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。